ドラズマーの黒田です今回は質問があったのでちょっといろ速速、ね、いろテンポのゆっくりから速くするのに指の動きが変わるんじゃないかという質問があったんですが僕の考えではいろ、まあ、んな考えがある中では僕はこうストロークを変えてしまうと音色が変わるので基本的に変えないっていう考え方です。 例えば、えー、よく速くならない人のタイプで一番よくあるのは握りしめてしまそういる例えばこういうのってロック系の打撃音っていうのはこういうのでいいんですけどジャズみたいなこうどうするかというと指の中で弾ませて。 このようにね、ここを支点にこう弾ませてでここの指を使って2個叩く2個以上叩くですね2個の場合はこう振り下ろす時に1回2回目は指ですくうみたいな2回目は指で弾くで足のストロークとかも一緒なんですけど結局腕が2回上げ下げするっていうのがここの こここがが全部2回っっていうのがちょっと困るこれだと早く動かすのにはもう筋力でしかないのでだから投げてもう一回弾くでまあすくっちゃったりする場合もありますしただその2回目をよく押さえつけてる人はこれ速くならないですねでしかもこれだと2つ目の音色が変わっちゃってるんでちゃんと2回こう弾くんですね こういうゆっくりやると1回目はここで弾いてこう投げるところで弾いて2回目は指で弾く。で上で待ってるとこれ押さえつけて下で待ってしまうと止める上げる落とすっていう3ストロークですがこれだと上で待ってるだけなので。 落とすだけですでダブルストロークの基本はこれです。で 3, 3個でもこうです。レガートの場合は3なので投げる投げる事自然のリバウンド最後は手でキャッチ。これですね。で ななななかなか速くならないゆっくりしか叩けないというご質問だったのでゆっくりしか叩けない人っていうのは多分ほほぼほぼ押さえつけてるだからこれは力を抜くには体で覚えさせるしかないんでまず自分が4小節例えば1,2,3,4でこう4小節いって頭で止まるっていうところまでをテンポいくつでできるかっていうのをまず記録してみてください。 だから80でできたら85とかにしたり90にしたりして自分の限界のスピードをまず見つけてくださいまず見つけたら今度はテンポ1ずつ上げていくこれがすごい大事ですねずずずつつつととかか少しずつ上げていく要はテンポ1っていうのはほんのちょっとしか変わらないのでそうするとどっかで力が抜けてお叩けるっていう体が覚え始めるんですねそうするとグググって伸びてでまた壁にぶち当たる多分どっか力が入ってる。 でそこからまたこう力を抜くように毎日毎日やってるとどっか力を抜けたところで体が覚え始めてでどんどん速くなる。僕はあの名古屋のベーシストと一緒によく練習したのは、まあ、ブルース12キーをどうやったら速くできるかということでブルース12キーをベースの人が弾いている間れガートを一生懸命こう,こういうふうにやりながらでテンポ80からずっと1ずつ上げてったら400でもできるんじゃないかっていう話をして。 ままるる一日使って朝からずーっとやってて「で速くなってないこれ」って言ったら「いやいやテンポ1だから気づかないことにしよう」って言って一生懸命やってでかなりテンポアップしたっていうもう一日でかなりテンポアップしたっていうのがありますがまあどっかで必ず自分が限界っていうのを数値で表さないとなんとなく遅くは叩けるけどはなんとなく速くなったら叩けないっていう風だとどうしてもこう攻略しようがないのでまずは4小節「 こう叩いてみる34223432344234こういうふうに叩いてみてまあ自分が詰まるテンポを見つけてから少しずつテンポアップをしていくっていうのが一番の速くなる近道かなと思います以上です。